も、ゆうまくんです。今回は、サノスが帰ってくる、ということでサノススキンがもらえる、サノスカップについて解説します。情報間違っていたら、本当にすいません。そして、サノススキンの入手方法ですが、各地域で、上位の、成績を収めたチームは、サノスのコスチュームとバックアクセサリーがもらえます。あと、合計8ポイントを取れば、スプレイのサノスが見ている、がもらえます。注意ですが、エピックアカウントの2段階認証とアカウントレベルが30以上である必要があります。全プレイヤーに報酬が届くまでに、数日かかる場合があります。これで、解説は終わりです。サノススキンは、今後アイテムショップに来るらしいです。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。僕が話した情報がわかりにくかったら、概要欄に公式のサノスカップ情報のページのリンクを貼っておきます。では、バーイ。